はい、こんばんは、森安です。今日なんですけども、僕が普段使ってるね、リュックサックの紹介をしていきたいと思います。で、普段ね、仕事時とかに使ってるリュックがこちらになります。これ無印良品で買った、肩の負担を軽くする撥水リュックサックです。色がこれ黒になりますね。で、お値段が消費税込みで2990円になります。で、このリュック使ってて、良かったこといくつかあるんですけども、そのうちね、3つ挙げていきたいと思います。で、まずは1点目、このリュックの名前にある通りね、肩の負担を軽くするってあるくらいなんで、すごいこのカバン自体が軽いです。で、普段使ってて実感としてかなりね、肩に負担も感じずに背負えてる感じがします。で、なんかちょっと調べたんですけど、なんかこのショルダーパッドのパッドが特殊なものらしく、なんか特許取ってるみたいなんですね。で、それが肩の負担を軽減してくれてるみたいです。続いて2つ目、いろいろなところに収納ポケットがあって、いろいろ入れられるっていうところですね。これはちょっと後ほどまた紹介していきたいと思います。最後3つ目、とにかく可愛いってところですね。すごいシンプルな形ですけど、すごい可愛くて、どんなファッションにも似合うカバンになってるんではないでしょうか。じゃあこのリュックのポッケを見せていきたいと思います。まずね、こう手前に小さなポッケがあります。で、この横に水筒とか入れるサイドポケットがあります。で、中はこんな感じになってますね。結構広い、たくさん入ります。ここがね、 PC 用ポケットになってて、ちょっとクッション性が高いみたいな感じになってます。で、これも今日ちょっと初めて知ったんですけど、実はね、ここにもなんかチャック付きのポケットがあったんです。これ僕半年くらいも使ってるんですけど、初めて知りました。結構奥深いポッケがあります。はい、ということでちょっとリュックをね、背負ってみたいと思います。僕なんかはね、冬は結構こういった長いようなコート着るんですけども、そういった長いコートにもね、このリュックは似合ってしまうわけですね。とっても可愛いです。はい、いかがだったでしょうか。今ちょうどね、無印良品週間なんでね、ちょっと安く買えたりもするんで、ぜひ気になった方はね、無印行ってこのバッグ買ってみてください。ちなみに色は黒と紺があるみたいなんで、そちらの紺の方もね、チェックしてみてください。では今日は以上になります。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。